ドルさん、それでは見回りを開始しましょうか。百年戦争関係の場所は気をつけろって言ってたね。逆に言えばそこで効率的に魔物どもを叩けるってことだ。ではそのあたりに気をつけて回ってみましょう。よし、出発するわよ。アドル、どうした？そうではないが、私は500年間こうして戦友のホムンクルスたちと戦い抜いてきた。何十人もの彼らを育て、そしてその最後を見取ってきたのだ。ひたすら夜の魔を飼っては力尽きた戦友たちを見送る、そんなことを繰り返すうちに私の心は次第に冷え切っていった。悲しいはずのことも悲しいと感じなくなっていった。自分が糸で操られる人形劇の人形のように思えたのだ。それはだが、町で育ったあの子たちは違う。それぞれが問題を抱え悩みながらも今を精一杯生きている。私の目にはそれがとても眩しく映るのだ。そして次第に私に人としての気持ちを思い出させてくれた。彼らを導いてくれたのはアドル、そなただ。そなたがいてくれてよかった。これ以上彼らを戦わせたくないと思ってしまうのは私のわがままだろうか。彼らの戦いを終わらせることはできないだろうか。それはすまぬ、せんなきことを言ったな。ひとまず今は目の前の問題を全力で対処するとしよう。アドル、よろしく頼んだぞ。シャドウナイト、クリムゾンナイト、
あ、宝箱です。100年戦争の犠牲者たちのために建てられた慰霊碑だね。確か今日はここで慰霊祭も行われるはずだけど。いかにも憎しみや悲しみが蓄積しやすそうな場所ですね。すごい数のラルバ、これは放っておけないわ。一周してやろうぜ。さすがに数が多かったね。はっ、手こずらせやがって。どうした？あ、いえ、大丈夫です。ただこの場所、他と比べてなんだかすごく嫌な感じがします。皆さん気をつけてください。来やがったか、グリムワルドの夜。でもこれはいつもと。あれはバルドゥーク監獄。あんなに綺麗だったかな。ええ、それにあの旗は旧グリア王国の国旗だ。監獄には
ロムンの国旗が掲げられていたはずだけど、あれは百年戦争時代のバルドゥーク要塞だな。ロスビータだけど、わからない。私もこれだけのものは初めてだ。こうなるとすぐにでも現実のバルドゥークに侵食を始めるぞ。そんな。ロスビータ、皆さん、いつの間に確かにこりゃいつも以上だな。完全に囲まれてます。ここはとりあえず要塞に駆け込むってのはどう？罠の可能性って考えてる？いや、確かに妙な雰囲気は感じるが、調べてみた方がいいだろう。アドル、魔物たちを蹴散らしつつそのまま要塞へ向かうぞ。シャドウダイブ！マキントだ！本当に頼もしくなったものだ。いろいろなことがあって皆さんと乗り越えてきましたから。かつての私たちであれば考えもつかないことです。しばし持ちこたえろ。
金術で作られた傀儡、自我があるわけではなさそうだ。おそらくお父様が作ったものです。私にとっては同僚ですが。とっとと蹴散らそう。行け、クリムゾンライド。クリムゾンライン、いけ、ハンターグライド。
ッターグライド。上級士ってとこか。この仕掛け動い